こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。今回は、えー、アルゼンチンの自然遺産、最後の一つの紹介となります。これでアルゼンチンの世界遺産は全て紹介するということになります。今回紹介するのは、ロス・アレス・ アレルレス国立公園ですはいこちらはですね、えー、公園内に連なって存在する氷河がモレーンカール澄んだ湖などのこの地域における特徴的な景観を作り出していて植生としては温帯林の深い森が支配的であるものの 岩場の多いアンデス山脈の高地では草地にとって変わられているということなんですけれどもこの公園内の非常に独特で象徴的な存在はパタゴニアヒバの森林だそうです世界的に絶滅の危機に瀕しているパタゴニアヒバ は世界で2番目に長い寿命なんと3600年以上という寿命を持つ樹種であるということだそうですそして公園内のパタゴニアヒバの森林は非常に優れた保存状態にありこの特性はほとんど手つかずの状態で残る最後の地域と なっているパタゴニアの森林地帯の保護にとって極めて重要であり動植物の固有種及び絶滅危惧種の集団にとって貴重な生息地となっているということでございます説明が長くなりました早速写真で見てみましょう はい。このような自然でございます。綺麗ですね。いやー、綺麗ですね。いいですね。あー、この景色。この景色、いいですね。あー、森林が生い茂っています。その向こうにはアンデス山脈。アンデス山脈です。 白く雪をかぶっております。そして川もあり。はい。そうですね。いやー、行ってみたいものですね。おっと、ボートがあるぞ。行けるのかさあ、釣り橋などもある。これは渡ってみたい。はい。あ、これが草原地帯ということですね。はい。いやー、澄んでますね。水が澄み切って。 固定が見えています。はい。すごいです。はい。あこの風景も素晴らしい。そして、冬はこうですか。おパタゴニア、アンデス山脈。いやすごいですね。あ、こういう花もあるわけですね。はい。 あこ,こういう何か作業森林を守るための人たちが使う場所でしょうか、はい、ああこの橋渡りたいですねあこれですかこれですかもしやパタゴニアヒバこれですかもしや ねえ。それっぽかったですけれども。ぽかったですけれども。これですかあ、これでしょうね。多分こういうのなんでしょうね。はい。古そうですね、確かに。けど生きてるんですね。すごいですね。 ちょっといろんな写真が出てきましたので地図まで早送りでいきたいと思いますはいはい地図が出てまいりましたブエノスアイリスからエスケル空港まで飛行機で行くというルートがあるようですちなみに車で行くと21時間41分ということで泊まりがけの旅になります 飛行機でエスケル空港まで行けばもうすぐということですね。チリとの国境沿いにあるロスアレルセス国立公園。こちらにございます。アルゼンチンの南部パタゴニア地方ということになります。それでは画面戻します。いかがでしたでしょうか すぐ近くに空港があるなんて私は思いもしませんでした。いいですね。これはいいですね。いやー、格安航空機があればぜひ、ぜひブエノスアイレス観光の合間に1日とって、朝の便で行って、楽しんで、夜の,日の便で帰ってくるか、ま、空港近くのホテルに一泊して帰ってくるか。いやー、 南米は遠いですから、せっかくですから、たくさん時間をとって、心置きなく、いろんなものを眺めて帰りたいものですね。アルゼンチン、いい。文化遺産もあれば自然遺産もある。素晴らしいところですね。はい。ますます行ってみたくなりました。いやあこのシリーズをやってると、本当に行きたくなってきますね。旅行好きなものですから。 今まで25カ国行っているものですからはいはいでは今回の配信は以上となります次回より次の国の世界遺産へ旅立ちますそれではまた次の配信または別の配信でお会いいたしましょうさようなら